ホストを始める前は何をされてましたか？そうですね、車の工場で働いてました。はい。車好きなんですか？車は好きですね。まあ、タイヤついてるものが好きです。バイクも好きです。バイクも大好きで乗ってますね、僕。はい。バイクは休日に乗ってるんですか？そうですね、まあ、休日にも乗りますし、全然仕事前とかにも乗ったりとか。まあ、車はもちろん好きなんですけど、バイクはもう乗った人にしかわからないんですよね。これが伝えられないから、残念ですよね。残念、すごい残念。やっぱりバイクのね、良さってなかなかね伝わらないと思うんで、よかったら僕のバイク、はい、乗ってるところ見に来てください。わかりました。お願いします。じゃあ改めてバイクについては後日お伺いさせていただきます。はい、お願いします。お願いします。はい。グループアナーキーの2号店クラブアライブ、そこで新たに取締役に就任した修二。5年前にホストを始め、売れている自分を信じてこれまで走ってきた。しかしそれは売れるための努力ではなく、ホストとしての在り方を捉えた当たり前を貫くことであった。そんな彼の休日の過ごし方に迫る。以前のインタビューでバイクを見せていただけるということで、ここまでやってきたんですけれども、ここはどちらですか？ここは神奈川県の横須賀っていうところですね。歌舞伎町から時間ぐらいですか？2時間、まあ僕だったら1時間ぐらいですかね。飛ばしたら。で、早速そのバイクなんですけど、はい、乗るようになってから何回ですか？そうですね、まだでも半年ぐらいですかね、大体。川崎の ZR っていうバイクですね。旧車の1978年生まれです。旧車の良さってなんですか？そうですね、やっぱ渋いですね。男心をくすぐられるような渋さがやっぱ僕は惹かれますね。見た目惹かれて選んだんですか？そうですね、見た目もそうですし、やっぱヴィンテージもんみたいな、やっぱそういうものにやっぱ惹かれるじゃないですか、人間。今はもう製造してないんで、やっぱ値段も上がってますし、欲しくなっちゃったかなみたいな。そうですね、でも今だったらもう300とか以上も超えてるんで、分かんないと思うんですけどね。普通の人が見たらそんなしないでしょみたいな、ちょっとボロくないみたいな感じですけど、まあ大体350ぐらいはもうかかってますね。はい。まあやっぱホストやってるんでね、好きなことにやっぱお金を使えるっていうのもありますし、時間を使えるっていうのもありますし、僕がバイク好きなのは理由がまあもう一個あって、まあ、やっぱ自分の世界に入れるじゃないですけど、やっぱたまには一人でね、こう走りたいなっていう時はこの相棒がいるんで、僕の心のメンタルエースですね。僕の大好きですね。休みの日って大体乗ってるんですか？そうですね、もう休みじゃない日も乗ってますね。もう平日とか仕事前に乗ったりとか、軽くちょっと走り行こうかなみたいな、軽く流しに行こうみたいな感じで乗ったりとか、結構静岡とか千葉とか行けちゃうんで、休日じゃなくても乗ってます。休日も乗りますけど、はい。一人の方が多いですか？うん、まあ、半々ぐらいですかね。やっぱ従業員と走り行くことも多いんで、うん、やっぱ時間あると、まあ、二日酔いじゃない日は乗ろうよみたいな。ホストやってると二日酔いの日もあるんで、まあね、二日酔いの日には乗れないんで、はい。例えばどなたがいらっしゃいますか？まあ、社長を筆頭に、まあ、渚とか、あとレンとか、まあ、あとナイキンさんも乗ってますし、まあ、グループアナーキーだったら 7,8 人ぐらい乗ってるんじゃないですかね、バイク全員合わせたら。たまたまバイク好きな方が集まった？まあ、もともと10代の頃乗っててバイク、まあ、大人になってから乗らなくなって、アライブに入って、その社長がバイク好きだったんで、そこで話もあって、
まあ、社長が乗ってるバイクとか見てかっこいいなみたいな、買おうかなみたいな感じで買いました。はい、周りの方々も社長に釣られてそうっすね、ほんとそうじゃないですかね。社長が乗ってていいよみたいな、まあ、感じで、もともとみんな乗ってた人が多いんですけど、で乗ってみたいな、で俺が進めてみたいな、で乗ってみたいな、みんな乗ってるからまあ楽しいなって感じで、仲間も増えてきましたね、バイク仲間は。はい、待つってどれぐらいするんですか。いやほんとまあピンキリなんですけど、例えばこのステップっていう、まあ、足を置くところがあるんですけど、これまあこれブレーキなんですけど、まあ、これで、まあ、つけただけで10万とか、クッションになるこのサスっていうのが、まあ、これ15万とか、もう誰も分かんないんですよね絶対その価値。こんなん全部一緒に見えますよね、他のバイクと。でも、まあ、そういうところもやっぱなんかこだわりじゃないけど、誰も気づかない誰も分からないようなパーツにかけてても、まあ俺は自己満なんで楽しいなと思って。わかんないですよね、絶対わかんないですね俺もあんまよくわかんないですもんね。とりあえずいいパーツつけたいなみたいな、はい、渋く乗りたいんだよね。でも、はい、一番こだわってるところとかありますか。こだわりっすか。いやこれわかんないだろうな絶対。このもうこれっすよね、もう直線じゃないけど、このもうスッとこうシンプルイズベスト、イズベストって言うじゃないですか。やっぱそこかな、うん、ごちゃごちゃしてない、それがいいかなって思いますね。はい、かっこいい。水平な感じ、印象にない。そうなんですよ、最近のバイクとかってやっぱなんかいろいろいろんな形あると思うんですけど、まあこうね、垂直になってるのがちょっと気に入ってますね、僕は。かわいい、かわいいですね。かっこいいし、かわいい。かわいい。それは、乗った人にしか理解得ない境地、バイク。偶然にもツーリング好きが集ったというグループアナーキー。遊びにも全力を尽くす修二取締役はこれを生きがいの一つとしている。